ジーザスファミリーコスペルクワイアで祝えることを本当に感謝しています。今年はですね、この2012年1月にですね、バク先生と私とまた本当に教会でですね、今年をもっとクワイアを盛り上げていきたいとビジョンを持って始めたんですね。お祈りしながらどうやって具体的にやっていったらいいか、結構戦略を練ったんです。具体的にこうどうやったらもっと人数が増えるだろうか。で、初めは10人、まあその前からちょっとやってきてはいたんですけど、ちょっとあんまりちゃんとやって決めてなかったので、でも今年は戦略立ててやろうと思って、初め10人前後だったんですけども、まあ、どうやったら人が増えるだろうか。その中で一つ取り組んだのが、ファミリー&フレンズ、ゴスポーナイトっていう、いわゆるそのゴスペルをやってる人たちと、そして友達、ファミリーを招待して、楽しくもっとゴスペルをやっていこうっていう、まあ、そういうことを企画したんですね。で、結果的には確かに、まあ、この前と言わせて2回しかできない、2回か3回ぐらいしかできなかったんですけども、でもそれをやったことによってですね、かなりそこで家族が来て、一昨日ですね、やった時には、ちょっとまあ、正確人数は出てないんですけども、すごいたくさん来たんですよ、とにかく。本当にですね、盛り上がって、皆さんのこのメンバーのご家族の、特に山根さん。山根さんの関係者はですね、何人、ちょっとその時何でもいいので、ちょっと一言。よくわかります。多すぎてわかりますよ。たくさん来てくださって、盛り上げてくださってね、本当はその時のソロも今日に聞かせられればいいですけど、また今度、はい。でも本当にゴスペル楽しいですので、皆さん一緒にやりましょう。で、友達を誘って盛り上げて、2013年ももっと盛り上がってね、いきたいと思います。はい、それではもう一曲、君は忘れても生まれた、歌いたいと思います。もう何回歌ったか分かりませんけども、感謝ですね。